皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。情熱大陸、今回はボイストレーナー佐藤良子さんという方でして、なんとですね、ミスチル桜井さんや、鬼滅の刃の主題歌を歌ったリサさんほかですね、有名なアーティストのボイストレーナーをやっているということで、こういうね、面白い方、裏方の方をね、取り上げてくれるっていうのは非常に面白いな。今回はね、非常に面白い番組でしたね。で、この有名アーティストの活躍の裏に、この佐藤良子さんという方がいて、もう本当にですね、もう番組見ると分かるんですけど、アーティストに寄り添ってですね、もう現場にも行ったり、本当にそれぞれに合わせた指導をやっていて、こういうね、方のおかげで、アーティストがね、その自分なりに歌ってたものをよりいい歌に変えていくということがあるんだなってことがね、分かりますね。で、ミスチル桜井さんがですね、大絶賛してるんですね。で、私、ミスチル桜井さんの、大ファンなので、ある時からミスチルの桜井さんからボイストレーナーがどうのっていうワードが出るようになったんですよ。で、なんかそのせいで、なんか歌がもっと上手くなりたいとか、なんか今より、昔より上手くなったとか、なんかボイストレーナーのおかげとか、たびたび言葉に出てきてたんですよね。それがこの方だったのかということで、4年ぐらい前からついてもらってるってことなんですけれども、もう本当にね、桜井さんが絶賛するように、本当に番組内ではいかにもう見ただけで素晴らしい指導っていうのが分かるような方なんじゃないかなというふうに思います。で、本当にボイストレーナーっていうと、なんとなくこうね、テクニック的なことを教えている。で、もちろんテクニックも教えるんですけども、なんか本当にそれぞれのアーティストに合わせた指導をしてるなっていう、その別にテクニックだけじゃなくて、そもそもその体力が足りないとか、そもそも精神面がとか、なんかそのテクニックの前にこれやった方がいいんじゃないとか、もちろんテクニックも教えるんです。なんかあの母音と子音の使い方とかね、そのちっちゃい「つ」を入れるとか、この「で」をちっちゃく言った方がいいとか、そういうことももちろんできるんですけれども、そういうことだけではないところ、単にテクニックを教えてるだけじゃないところがやっぱり、素晴らしい指導者として、ね、アーティストから絶大な信頼を得ている、理由なんじゃないかなというふうに、この番組を見るとよく分かります。で、ご自身はですね、もちろん元からね、ボイストレーナーになりたかったわけじゃなくて、やっぱ自分自身がシンガーソングライターとしてメジャーデビューをしたかったんだけれども、歌がお上手ですねって言って終わっちゃったっていうことなんですね。でも、なんていうか、やっぱり歌が上手い人っていっぱいいると思うんですけれども、やっぱりその中でメジャーデビューするって、やっぱり歌が上手いだけじゃやっぱりダメなんですよね。そこが逆に言うと音楽の面白いところで、歌が上手い人よりも歌がちょっと下手でも、ね、例えば何かそのキャラがいいとか歌詞がいいとか、ね、なんとなくビジュアルがいいとか、そういうことでもやっぱ売れる世界なので、ね、なかなかうまくいかなかったんだと思いますけれども、ある方から教える道が向いてるんじゃないってことで、ボイストレーナーの方に転向したら見事に成功したということで、やっぱりね、同じ音楽でも表に立つ人もいれば、やっぱり裏方でね、支えるということで、好きを仕事にというのも非常にね、いいんじゃないかなというふうに思います。で、あと、この佐藤良子さんにですね、指導を仰いでいるアーティストの方が、この叱ってくれるっていうのがありがたいんだと。なかなかこの業界でいると、なかなか叱ってくれる人がいないと。で、叱るっていうことには、その愛がないとできないって言ってて、これも深いなと思っていて、ね、その、もうなんていうか、素人じゃないわけですよ。もう本当にプロのメジャーデビューしてるようなアーティストばっかりで、もうそうなったら誰も歌のことなんて言えないわけじゃないですか。でもそこを、いや、もうちょっとこうした方がいいんじゃないとか、ここもっとこうしないとダメだよってことが言えるっていうのは、もちろん実力があるからなんでしょうけれども、やっぱり、その人のことを本当に思ってね、裸の王様にしないっていうか、愛があるからこそ、もっとより良くしたいからこそをやってるっていうのはね、深い言葉だなというふうに思います。というわけで、非常にね、今回の情熱大陸、めっちゃ面白かったですね。飽きさせない作りというか、次から次へといろんなアーティストが出てきて、こんな風に指導するのかっていう、まさに舞台裏が見えるというところ。
ところで、この有名なアーティストの活躍の裏にですね、こういう方がいるんだな、ボイストレーナーの素晴らしいね、方がいるんだなっていうのがわかるので、これ見逃し配信また1週間、見れると思うので、ぜひね、これ、見ていただけたら面白いんじゃないかなというふうに思います。